ニューヨーク時事、両太もも裏を痛めて故障者リストに入っている米大リーグ、ヤンキースの田中将大投手が10日、日本時間11日、のオリオールズ戦の先発で復帰することが決まった。大リーグ公式サイトが6日伝えた。走塁の際に両脚を痛めた6月8日のメッツ戦以来の登板となる。田中は4日の 3A でのリハビリ登板で、5回3安打2失点。69球を投げ、両脚に問題はなかった。今季は13試合に先発して7勝2敗、防御率4.58、時事通信社。